こんにちは、政治 VTuber 永田まつりです。イランとアメリカの緊張状態は続いていますが、みんな大好きハリス中間大使が韓国軍にホルムズ海峡派兵要請をしたようです。今回は韓国メディアのニュースと韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメントありがとうございます。それでは最後までご覧ください。それではニュースの詳細です。イラン軍司令官に対する米国の斬首作戦以降、中東危機が高まる中、ハリー・ハリス中間米国大使が7日、韓国軍に事実上のホルムズ海峡派兵要請を明らかにした。ハリス大使は同日夜放送された KBS とのインタビューで、韓国も中東で多くのエネルギー資源を得ているとし、韓国が兵力を送ることを希望すると述べた。米国はこれまでホルムズ海峡を通じた韓国の原油輸入依存度が高いことを挙げ、自由な航行保障のための共同防衛に韓国軍が参加することを要求してきたが、中韓米国大使が公に発言するのは初めてだ。このため派兵問題をめぐって韓国政府の悩みが深まる見通しだ。韓米同盟を考慮すれば、米国の要求を振り切ることは容易ではないが、イランとの経済協力も無視できないためだ。5日にも、大統領府国家安保室 NSC 会議で派兵問題が話し合われたが、決定を下していなかったことが分かった。在韓米軍の防衛費分担金交渉と関連して、ハリス大使は、最後の段階に入ったと述べた。また、韓米は立場を折衝しているとし、来週開かれる交渉結果を見なければならないが、ディハート、米国側代表は楽観的に見ていると伝えた。6次防衛費会議は来週初め、ワシントンで開かれるものとみられる。ハリス大使はまた、当日、ムンジェイン大統領が新年の挨拶で、南北協力増進を強調したことについて、我々は、南北関係の成功や進展とともに非核化に向けた進展を見ることを望んでいると明らかにした。韓国政府の南北関係改善努力が米国の北韓制裁の枠組みから外れてはならないという意味だ。北韓の金正恩国務委員長の東レ訪問推進、非武装地帯 DMZ のユネスコ世界遺産共同登録など、新年の挨拶で示された具体的な南北協力案をめぐっても、米国との協議で実現しなければならないと述べた。それでは、韓国国民の反応です。絶対反対です。残っている在韓米軍を連れて行け。我々は金を取られなくていいし、米国は韓半島から脱出できていい。日本人どもよ。お前らが行け。派兵費5兆ウォン出せ。中東は血の海になるはずだが、韓国軍を遅れだなんて。どうでしたか？なぜ日本人に行けというのですかね？よくわかりませんね。どうぞこのままお断りして、アメリカと関係悪化して、石化してくださいね。